篠田麻里子、小顔&美デコルテが、半端ない、見れば見るほど可愛いテレ朝系ドラマで不倫妻役の熱演が話題。元 AKB48 で女優の篠田麻里子が、8日までに自身の SNS を更新。最新ショットを公開した。インスタグラムに収録衣装と記し、肩紐がリボンのデザインになっている。真っ白なトップス姿を載せた篠田。美しいデコルテを披露し、スッとした首のラインと小顔が際立つ衣装姿をアップしている。この投稿に、フォロワーからは、美しい、見れば見るほど可愛い、首が長くて、デコルテ綺麗、肌ツヤが半端なく良いね、ほんと可愛いよな。どの角度から見ても、素敵など絶賛する声が寄せられている。篠田は現在、テレビ朝日系ドラマ、離婚しない男、サレ夫と悪嫁の騙し合い、土曜、午後11時半に不倫妻役として出演中。その熱演ぶりが話題となっている。吉高由里子&近藤春菜、一緒に作った手料理公開、美味しそう。最高のチョイス。女優の吉高由里子とお笑いコンビハリセンボンの近藤春菜が7日、それぞれの SNS を更新。一緒に作った手料理を公開し、話題を呼んでいる。吉高由里子&近藤春菜、手料理を公開。この日、吉高は、私服の時今日は、休みで、夕方まで寝てたら、春菜から連絡来て、一緒に餃子と唐揚げ作ったよと綴り、近藤と一緒に料理をしたことを報告。カラッと揚がった唐揚げと焼き目のついた餃子の写真を公開し、茶色ってさ一句、うーと、至福の時を振り返っている。同日、近藤も、ゆり子さんと、スーパーで待ち合わせして、買い物して、30分くらいで、バーっと唐揚げと餃子作って、と吉高と過ごしたことを報告し、手料理の写真を公開。さらに、ハイボールとレモンサワー。最高かよ。茶色は正義。と手料理を当てにお酒を楽しんだことを明かしている。吉高由里子&近藤春菜の投稿が話題。二人の投稿に、ファンからは、美味しそう、お腹空いてきた、食べたい、唐揚げと餃子は無敵、最高のチョイス。食べなくても美味しいのが伝わる、もちろん乾杯は、ハイボール、一緒に飲みたいなどと多くの反響が寄せられている。